寒い。JR ここは内房線の八幡宿駅到着しました。本日の第一目的地です。千葉駅から4駅ぐらい、意外と早いですね。近いです。あー寒い寒い寒い。ここから市原市なのかな、一つの手前までが千葉市。寒い寒い。今7時40分ですね。朝の7時40分ということで、めちゃくちゃ寒いですねこれ。いや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 。でここの空き地が気になるところです。袖ヶ浦ナンバー、袖ヶ浦ですね。袖ヶ浦なんですか。みんな汽車見えない、汽車見えない。なんか仙道っていうのがね2箇所ありますね。あっちは調査薬局で、こっちがスーパーですか。あー寒いよ。袖ヶ浦、みんな袖ヶ浦ですね。点検ですか。で今東口に出てきました。東口をちょっと歩いています。いやーのどかですね。あでも市原ナンバーってあるんだ。でも圧倒的に袖ヶ浦が多いですね。八幡宿駅東口の交差点です。ここが入り口なんだ。一応ね、ここら辺はね車で通ったことあるんですよね。バス来ましたよ。バス、あれ小湊鉄道かな。市原ふと小湊鉄道ですね。バスいっぱい乗ってます。私がやりたかったこと第3弾言ってないですよね。内房外房線環状です。まあ、いわゆる房総半島一周だと戻ってこなきゃいけないから半周ってことになるんでしょうか。それをやってみたいんですよ。なんならね千葉県をね一周したいと思ったんです。そうなるとまあ内房線外房線全部乗って上総一宮まで行って、そこから大網に出て、で大網から東金線鳴門まで行って、そこから銚子、総武本線で銚子に向かうと。で、銚子から成田線で、成田からまあ我孫子まで行ってもいいし、千葉駅まで行ってもいいいいしって感じですね。ただね東金線本数少なすぎて、ちょっとそれはね待ち時間が、大量の待ち時間が発生するので、今日はやめました。無理ですねそんな長い時間は。ちょっといろいろと今日埼玉も行かなきゃいけないんで、もう始発で出てきましたよ。今日も始発で出てきたということは寝ておりません。いやまっすぐ続く道だね、ほんと。もう縦にも横にも続きますね。市原スポレクパークなんでしょうか。今これ南北じゃない、東西になるのか。今来た道が八幡宿東通りで、南北、大体南北ねに通ってるのが平成通りというそうです。いや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 、寒いね本当。何なんだこれは。
あ、これはあれか、柵か、溝かと思っちゃった。さあ、ここは八幡駅入り口の交差点です。駅まで戻りたいと思います。小湊鉄道とかもね、興味あるけど、あれって結構高いよね。あと久留里線もあるんでしょ、北木更津から。あれね、あれも乗ってみたいとは思うんだけど、あの抜ける道がないから U ターンして来なきゃいけない。それはそれでなんかちょっとうーんって思っちゃうんですよね。あの引き返すのは基本的に好きじゃないんですよね。過去を振り返らないってずっと言ってますけど、そんなような感じですかね。で、今の時間であれば西口もちょっと見れるかなというふうに思っています。もう朝歩くことなんてもうないので、あ、これだけ冷たいんだな風はって思いますね。でこの中ね、みんなこう学校行ったり会社行ったりしてるんですよね。お疲れ様です、本当にごめんなさい、何もしないで。なんか面白い形ですね。ここはまだやってないのかな、やってんのかな。9時半から9時まで、今7時8時前やってるわけないよね。いや、用はないですけど。お来ましたよ電車、東京方面ですね。なんかここで青いラインの、ね、電車見るってなるとびっくりしますね。まあでも君津までね行ってますからね。横須賀線、横須賀線総武快速線、そして内房線直通ということでね。え、ほんとすごいよね。久里浜から君津って船で行った方が早いんじゃないの。それはないか、どうなんでしょうか。いや、ほんと船で行くレベルだよね。出てるもんね、久里浜港から君津までって。あ、エスカレーターないのか、あっちだったね。結構バス乗ってますね。どこ行くんだろうみんな。次の電車で右側の座席を確保したいなと思っています。絶対右なんですよ。なんでかって海が右側だからです。でもね、途中駅からだとね微妙だよね、それがね。まあでもこの先はもう途中下車はしないので今だけです。3分、ちょっとさらっと見て戻りましょう。エスカレーターでさささと降りて戻りましょうね。あ、寒い寒い。こっちが西口です。あ、セブンある。あ、八幡駅西口線だった気がする。で、あちらにはローソン、コンビニ2つもあるよ、すごいじゃん。花の舞、あ、そう、なんかカレー屋さんありますね。で、千葉メガネ、あと JH 原って書いてありましたね。記名のあれがでかいです。じゃあ戻りますね、ごめんなさい。あと交番がある、ごめんなさいごめんなさい。まあでもあと5分ありましたね、そんなに急がなくてもよかったかな。秘密方面ですね。
で次乗る電車が8時3分発の上総湊行きです。その次が君津止まりということで、上総湊は君津より少し先なんですよね。あ、バス乗ってますね。小湊鉄道のバスみんな乗ってきました。今日はまあ土日祝ですね。すぐ閉まった。始発じゃないの。お、ボートピア千原。へえ、そんなのがあるんですね。あ、国道16号ね。ほうほうほう、それ通ったね。あ、でも結構乗ってるね。ボックス席。ここか、ここ。座りたい。あ、よかった。では、こちら乗りたいと思います。一望線、全線乗車。